はい、チェックインを終えて、荷物に貼るこの紙をもらいました。そのまま預けようと思ったら、まあ、このバイクがやっぱりサイズが大きすぎるので、友人カウンターの方で預けてくださいということだったので、そっちの方に行ってきます。めっちゃ並んでる、この列です。危ない危ない危ない、あの Wi-Fi を受け取るのを忘れてました。 Wi-Fi を受け取りに行きます。でもどこで Wi-Fi 受け取るのか全然わかんない。探します。あった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 、これだ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 、こっちだこっちだこっちだ。いた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 、おい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 、遅かったね。行きましょう、行っちゃう、行っちゃう、ドイツ、うん、はい、Thank you.
Hi. What's your destination? I stay from Frankfurt. Okay, and how long? 1 week. And for tourism or for work? Work? No work. I will do the triathlon race. Ironman. Okay. And after that, you go back to Japan? Just Japan. 無事にフランクフルト空港に到着しました。どこでバッグを取るのかがわからないのと、キャッシングをしたいんだけどどこですればいいのかがよくわかりません。今完全に迷子になっております。頑張ります。無事にバイクを受け取れまして、今はスーツケースが流れてくるのを待っております。なかなか流れてこない、遅れてます。でも一旦バイクがちゃんと受け取れてよかった。今から電車に乗ります。フランクフルト空港からフランクフルト中央駅まで電車で行きます。どうやって行くのかよく分かりませんが、なんとなく噛んで行きます。なんとかフリーパスを買うことができました。拙い英語で伝えることができました。どこで降りるのかがいまいち分かってませんが、感覚で頑張ります。すごいね。ホテルの最寄りの駅を降りました。何駅かはよく分かりません。歩いて、これ今何時だと思います？夜の8時。すごいね、こんな明るいの。ホテルに行きます。おはようございます。ドイツ2日目の朝です。現在時刻は朝の5時29分です。時差とか関係なく、なぜ5時に起きてしまうんでしょうか。今日はメインの、アイアンマンの選手手続きに行って、アイアンマンビレッジですねを、楽しんで、観光を楽しんでいきたいと思います。それでは今日も楽しんでいきます。バイクの組み立て完了しました。おはようございます。7月29日木曜日の朝です。朝7時。今日の予定は、一旦ちょっとスーパーに行って、物価がめちゃめちゃ高いので、
あのちょっとパンとかあと飲み物とか安いものできるだけあのスーパーで調達をして一回戻って、そこから今日は先週受付にいよいよ行ってきます。今日も一日楽しんでいきましょう。ダーベイクエフレンチキンさん、チキンフライさん、なんだろう、チーズとベーコンみたいな、チーズベーコンスタン、うん、うん、チキンさん、これで 4.25 ユーロぐらい、日本円で5、600円ぐらいですかね。155円、うん、うまい。フランクフルト中央駅の一番近くのスーパーマーケットレーベに入ります。ここで、水だったりちょっと外で食べるのも高いんで、食べ物をいろいろちょっと買いたいなと思います。無事にレーベで買い物ができました。ただね、今朝8時ぐらいなんですけど、朝のスーパーはね、あんまりこういう観光客がいっぱい買い物するのは結構迷惑っていうことが分かりました。あのレジの人一人だし、多分今から仕事の人たちは本当にランチ用のパンをパッと買ってパッと会計して行きたい人たちなのに、このジャップ2人がめちゃくちゃ会計に拙い英語を喋りながら時間がかかってめっちゃ行列できちゃって本当申し訳なかったです。使う人注意してください。何にドイツ来て初ビール。QR コード。
いました。Whoa, big pretzel. Big pretzel. How much? Three euro. Oh, okay. Oder zwei und dann wird es wahrscheinlich noch mal vor. Daros. Ja, ja, ist alles gut. Nächste bitte. そんな姉さん。サウナで整い、ドイツのプロテインを飲みます。1.4 ユーロぐらいなんで200円ぐらいか。めちゃくちゃうまい。うまい。レース2日前にやることじゃないかもしれないけど、でもめちゃくちゃ古いぞこれ。いただきます。やっぱりね、レフトレフト、イエーイ。レース前準備。What's up, man? Challenge, I am a flag.